ダスティン・ペドロや、ダスティン・ルイース・ペドロや、ダスティン・ルイース・パデロや、1983年8月17日隊は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ウッドランド出身のプロ野球選手、二類種、右投げ右打ち、MLB ボストン・レッドソックスに所属。愛称は、レーザー賞、レーザー賞。自身のツイッターのアカウント名にもなっている。 7月に開催されたサントドミンゴパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。2、アリゾナ州立大学から MLB ドラフト2巡目、全体65位でボストンレッドソックスに指名され、7月21日に契約。大学時代のチームメイトには、イアン・キンズラー、アンドレ・イーシアー、トラビス・バックラがいる。 8月17日にメジャーデビューを果たした。しかし、2006年は目立った成績を残すことはできなかった。2006年オフにマークロレッタがヒューストンアストロズに移籍したためは、本来のポジションは遊撃手ながら二類種のレギュラーとして開幕を迎えた。2007年は4月の月間打率は、182だったが5月の打率は、 415を記録。アリーグ第9週にあたる5月28日から6月3日にかけて出場した全6試合でヒットを放ち、そのうち3試合で猛打賞の固め打ち。特に6月1日からのニューヨークヤンキースとの3連戦では14打数8安打5打点の活躍で、その週の MVP に選出されるとともに、5月の月間最優秀新人にも選出された。 このシーズンは打率317.8本塁が50打点を記録しアメリカンリーグの新人王のタイトルを獲得した。は6月に打率が2割6部台まで下がったが後半戦は好調で打率345を記録した。トータルでは326でジョーマウアーと二輪差で首位打者のタイトルを逃したが得点118アンダー213 二塁打、五十四の三部門で、リーグ一位となった200アンダー、二百安打、五十二塁打は、球団史上三人目。テリー・フランコーナ監督が、どんな展開でも、人生最後のゲームのように懸命にプレーすると表し、チームに好影響を与えた。マニー・ラミレスが移籍し、デビッド・オルティーズ、マイクロ・ロウエル、JD ・ドリューラなど故障者が続出したチームの穴を埋め、 ポストシーズン進出のキーマンとなった。シーズン終了後には、ゴールドグラブ賞とシルバースラッガー賞を受賞。そしてカルリップ県ライアンハワードに次いで、史上3人目となる、新人王の翌年に MVP を受賞した。12月3日には、レッドソックスと総額4、50万ドルの6年契約、2015年1100万ドルの、球団、オション付きに合意した。 開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。同大会では主に2番打者として起用されるが、練習で左は秋原を痛め2次ラウンドから登録を外れる。6月24日のコロラドロッキーズ戦で1試合3本塁打を記録するなど、75試合で12本のホームランを放っていた。しかし、 翌6月25日のサンフランシスコジャイアンツ戦で自打球を足に当て、修上骨を骨折したため DL 入りすることになった。8月に一度復帰したものの、まだ痛みが残っていたため2試合に出ただけで再度 DL 入りとなった。この年は75試合の出場にとどまり、12、本類だ41打点9盗塁、打率288だった。 は159試合に出場し、21本類が91打点26盗塁、打率307と自己最高の成績を残した。オフには3年ぶり2度目となるゴールドグラブ賞を受賞した。は141試合に出場し、15本類が65、打点20盗塁、打率290だった。月には年ぶりとなるオールスターゲームに選出され、 7月24日には、レッドソックスと、総額1億1000ドルの8年契約に合意した。この年は、チーム最多の160試合に出場し、9本類打84打点17盗塁、打率301だった。オフには2年ぶり3度目のゴールドグラブ賞を受賞した。5月2日のオークランドアスレチックス戦で、シーズン初本類打を放ち、 メジャー通算100本類打に到達した。レッドソックス在籍中に100本類打、100投塁を達成したのは、カール・ヤストレムスキー以来球団史上2人目の快挙となった。9月11日、左手首の手術を受けたことを球団が発表。シーズンの残りの試合は全て欠場した。本人の述べるところによれば、左手首の問題は4月4日の。 本拠地開幕戦から慢性的に続いていたという。その影響もありこの年は、打率、出塁率、超打率などの打撃成績は、レギュラー定着後最低の成績だった。オフに2年連続となる、ゴールドグラブ賞を受賞した。は、93試合の出場に止まった。打率、291.42打点という成績を残した。他、 三シーズンぶりの二桁本塁打となる十二本塁打を放った。は154試合に出場し、三年ぶりに打率、三百超えとなる、三百十八をマーク、十五本塁打、七十四打点、七盗塁という成績を記録した。オフの十月二十五日に、左膝軟骨の修復手術を受け、復帰まで七ヶ月かかる見通しとなった。六月二日に、 左膝の炎症で10日間故障者リスト入りした。8月4日には60日間の故障者リストに入った。9月7日に2018年シーズンの出場はないことを、レッドソックスが発表した。チームは108勝54敗を残し、ドジャースとのワールドシリーズにも勝利した。ポストシーズンのロースターに入らなかったが、自身3度目のワールドシリーズ優勝となった。 1931年から数えて3度のワールドシリーズ優勝を経験した2人目の選手となったもう一人は2004、2007、2013で経験したデビット・オルティーズ。交渉身長 175cm、2016年には 170cm を自称すると小柄ながら広い守備範囲と堅実なグラブ裁きを見せる。打撃面ではフルスイングながら コンタクトが非常にうまいので、三振をキスすることは、ほとんどない。長年、二類種の人材不足に苦しんでいた、レッドソックスにとって、期待の新人と言える。セオ・エプスタイン GM は、あの子、ペドロヤをドラフトで獲得し、育て上げている球団を誇りに思っている。何事にも、一生懸命に取り組み、ハンディにも負けない。そして様々な批判にも動じない。 小柄すぎるとか批判されるたびに彼は結果を出してきた。批判されることで彼は奮起してきたんだよ。明らかに彼は素晴らしい選手だと語っている。同じような体型でプレースタイルが似ているデビット・エクスタインとよく比較される。グッズが作られるなど定着している愛称のレーザー賞は同僚オルティズンの2010年開幕直後の不審に ついて記者会見で擁護する発言から生まれた僕も以前60打席で打率。170だったことがあり、みんなに殺されそうだったことがあるよ。そうしたらどうなったと思うレーザー賞が始まったんだ。これは自身が MVP を受賞した時のことについての言及であるが、この中でレーザー賞というペドロイアらしいユニークな言い回しと彼のラインドライブを量産する。 打撃スタイルが合致しことから今では愛称として親しまれるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。